ゲオルク・ハインリ・ヒホンゲルツゲオルク・ハインリ・ヒンゲルツは、ホルシュタイン公国とスウェーデンの政治家、外交官、大北方戦争で活躍したが、スウェーデン・オーカール12世の死後に処刑された。イエーナ大学で学んだ後、ホルシュタイン・ゴットルプケの大臣になり、スウェーデン・オーカール12世の姉、ヘドビグ・ソフィアが1708年に死去した後は、 ホルシュタイン・ゴットルプ公カール・フリードリヒがわずか8歳だったため強い影響力を有するようになった初期はホルシュタイン・ゴットルプ家の権力を強化してデンマーク・ノルウェーのそれを弱体化させようとしたためカール12世のアルトランシュテット滞在中にカール12世の注目をホルシュタイン問題に移そうとし1713年にスウェーデンのマグヌス・ステンボック元帥がエルベ川を渡って ホルシュタインに進軍した時は、デンマークとの決裂を回避しながらできるだけの援助を与え、天人ンング要塞をスウェーデンに明け渡したほどだった。ゲルツは続いて、デンマークとロシアの関係緊張に乗じて、ロシアツアーリ国、プロイセン王国、ザクセン選定綱領との交渉に乗り出し、デンマークを孤立しようとしたが、カール12世がドイツにおける残りの領地を救うために、 シュテッティンをプロイセンに活上することを拒否したため、失敗に終わった。またカール・フリードリヒをスウェーデン国王に据える試みとカール・フリードリヒをロシアのタレーブナンナイバノブナと結婚させようとの試みも失敗に終わった。1713年のテンニング包囲戦では、ステンボックの降伏交渉を担当した。1714年、カール12世がオスマン帝国を離れて、 シュトラールズントに到着すると、ゲルツはすぐさまに彼を歓迎した。そして、ゲルツがカール12世でただ一人、スウェーデンの国力が疲弊しておらず、精力的な外交活動を行うだけの力があるというカール12世の信念を共有していたため、カール12世はゲルツに全幅の信頼を置くようになり、ゲルツは絶大な影響力を誇った。ゲルツは名目上では、 カール12世のホルシュタイン担当大臣だけであったが、実質的には財務大臣、諸外国への特命行使などとすべての権力を有していた。例えば、彼は、同性の効果を発行して、スウェーデンの財政状況を改善しようとしたが、カール12世が、ゲルツの不在中に、大量の同性効果を発行してしまったため、ゲルツの施策が失敗に終わった。そして、 1718年が終わる頃には、スウェーデン国民が、カール12世の失策をゲルツに帰するほど人気を失ったが、彼はそれでもスウェーデンが完全に破滅する前にその敵国と講和しようとした。彼はまず、ロシアとの講和を試み、オーランド諸島での会議で、比較的に有利な条件を引き出したが、カール12世が戦況を楽観視しすぎて、それを拒否した。ゲルツは同時に、 スペインのジュリオ・アルベローニス・ウキ教と、グレート・ブリテン王国のホイッグと政権とも交渉したが、カール12世が突如死去したことで全てが無に返した。ゲルツはすぐさまに裁判にかけられ、弁護士を雇うことも、文字を書くことも許されないまま斬首刑に処された。ブリタニカ百科事典第11版は、ゲルツの才能を、ナポレオン戦争時代の外交官、 クレメンス・フォン・メッテルニッヒト・シャルル・モーリス・ド・タ・レー・ラン・ペリ、ゴールに被験すると評した。ありがとうございます。